うわ、意識が。カノヌシの魔法陣、意志を直接食らう気か。この投票はまるで正義の味方みたいね。今突っ込もうと思ったのに。衝撃脚つむじゲット。神道を全部ぶつけた。闇の方ライガゴーテン。つまぬじがよく一の方ケルマンブーブーブー。そういうのつむじゲット神道を全部。その程度でパーシバル王子、無事？ありがとう。震えを感じる心は残っているようだ。もう大丈夫よ。あなたのママも私が探して。ママは処刑されたわ。私のために貴重な食料を盗み出したから。でも仕方ないの、断りに反したんだもの。これが鎮静化の正体なのですね。そう、同志アルトリウスが目指す理想世界だ。汚れと傲慢化の仕組みがある以上こうするしかない。だから王国は彼の計画を承認した。だが私は。悲しみはないけれど笑顔がない。憎しみがない代わりに愛もない世界。世界中がこんなになっちまったのかな。いや、御座に近い王都ですら意志を残した者がいたくらいだからな。だがあまり猶予はなさそうだ。うん、カノヌシの領域が広がっていくのを感じる。まだ完全じゃないけどどんどん強まってるよ。わしらの意識とていつ鎮静化されてしまうかわからんの。王子、グリフォンは元気だよ。そうか、よかった。よかった、本当に。今まで私は自分を国のための道具だと思ってきた。だが心を消されかかった時願ってしまったんだ。怖い、嫌だ、自分をなくしたくないと。私はこの理想世界が恐ろしい。身勝手を承知で頼む。人の鎮静化を、同志アルトリウスを止めてくれ。あなた前に言ったわよね、飛べない鳥は鳥じゃないって。同じように私も心を凍らせた人は生きているとは言えないと思うの。うん、昔の僕がそうだった。だから私たちは私たちとして生きるためにアルトリウスを倒す。誰に頼まれなくても勝手にね。変わったな、君は。そうね、以前のあなたは憎しみに振り回される剣だった。でも今は自分の意志で剣を振るっているのね。相変わらずさやはないけどね。心配いらないよ、危ない時は僕が守るから。あら素敵、そんなことを言ってくれる殿方がいるなんて。でしょ、いい男よ、フィーは。アイゼン副長、アイフリード船長は。俺が型をつけた。だが
この鎮静化は聖霊がアイフリードの誇りを踏みにじって作ったものだ。俺の手でぶち壊す。私も身勝手にあなたたちの成功を祈らせてもらうわ。この世界に生きる醜い人間の一人として。気合が乗ってきたな。いっそこのまま溝に切り込むか。バカモン、切り込むために準備がいるんじゃろうが。予定通り四聖種を起こしてカノヌシの領域を抑え込むわよ。アルトリウスは沈めの儀式は日の夜までかかると言っていた。儀式の完成が先か四聖種覚醒が先か賭けだな。悩んでも答えは出ないよ。キララウス火山へ向かおう。はい、鎮静化は断固阻止です。